武田哲也、今朝の三枚よろしおはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。先日の放送で電子楽器オタマトーンの制作会社を昭和電機と申し上げましたが、明和電機の間違いでした。大変失礼いたしました。申し訳ございません。お詫びし訂正したいというふうに思います。明和電機の方、申し訳ありません。あのニュースバラエティ番組。 に出てておりまして政治のこともわからないのに出てものを言っちゃうと反感も買うんでありますがまあいろんなところに顔を出して世間の風浴びておりませんとタレントとしてのなんかこう皮膚感覚が弱くなるような気がしましてね晒されるというつもりでその手の番組も出ております。そそのののニュースバラエティ番組にに出演した檻のことであります司会はは東野浩二さん横 金近くんがおりまして。そしてそのさらに横にはカンニング竹山さんがいるという。はい、で、その日のゲストがこれまたすごい。格闘技不安だったら胸が高鳴るでしょうが、那須川天心さん。うん、少年の頃から極真空手で日本一になり、その後キックボクシングから総合格闘技へ。そしてついにボクシングで注目のスーパーバンタム級に挑むという。うん 格闘技に生きてきた方でありますね。はい、ただ面白いことにこの方威圧するようなオーラではございます。こう静かな青年でありまして顔の色つやの非常にいい方で<ー>実に繊細な皮膚といいますか肌をしておられます。うん、で私はあのその番組の中で那須川天心さんみたいな格闘技の天才は一体何故に天才になられたのかっていうんで それを司会の東野さんから振られたんで「肌だ」<ー>持論をねこ、はい、の番組でおなじみの「武田の持論」を展開しましたけども、ええ、東野さんからはたった一言「はい、長いばっかりで意味わからへん」って言われまして <laughs> そんなもんですよテレビのコメンテーターっていうのは10秒以内で意味がわかんないとだからラジオは本当にありがたく思っておりますけども。はい で簡単に否定されたんでありますが私の胸の中には違う東野君君は間違っとるやっていう昨今の若い人たちの活躍ぶり大谷翔平羽生結弦佐々木朗希等々よく見てごらんみんな北の人で皮膚が敏感そうだ、はい、彼らの才能の素晴らしさは皮膚から肌から来た才能だっていうことを言いたかったんでございますけども。 はい、でまあ自説を裏付けるがごとくまたそこから本屋さんに入って選んだ本がデイビッド・リンデンさんがお書きになった「触れることの科学」「タッチ」ですね、はい、触ることを科学しようというきますよ。人人、はい、人を見ての第一印象で温かいい冷たい人とこういうい表現をしますこれは用の東西を問わずなんて言っていいのかわかんないけど優しいとか。うん 謙虚とか寛容とかって言わずに温かい人っていう、はい、それから何て言うのかな客観的な人こういう人たちに対してはいい意味でも悪い意味でも冷たい人って、うん、これは考えてみれば皮膚ののの出来事をその人の性格に当ててはめているわけで、はい、このリンデンさんが面白いのはこういう実験をこれ前にも話したかなこの温かい冷たいの印象はどうやって 決定するかっていうのを調べたらあったかいコーヒーを手に持っているとその人の印象あったかい人だなっていう印象を持っちゃうんだってえー、その持ってるもので冷たいコーラを持っていったりなんかすると割と冷たいんじゃないのみたいな印象を持ちやすいという、えーはい、これカーものすごく面白いんだって。はい 重たいカバンを持っている時人に会うとその人が重厚な人に見えるんだって <laughs> <laughs> 軽い荷物持っていると軽いなこいつ <laughs> そうなんだ、うん、そう思っちゃうんだってそうそうそう自分が持っている皮膚感覚で世界を見るっていう,うんまあその生き物の本能が人間の皮膚あるいは肌の中にあるみたいですあとは あれ見たことあるがトラウトっていうエンジェルスの選手、はい、ごっつい顔して一番最後<ー> WBC で,で対決した時のあら,あら同じチームの人だよねでもやっぱり大谷さんがあったかそうでトラウトクールまあ確かに大谷選手があったかいっていうのは分かりますねうんうんうんトラウトってすっごいいい人らしいのよ、はい、WBC 日米対決の決勝戦の時に後で聞いた話だけど、うん、裏話だけど どっかの選手があの、大谷君の通訳の人に頼んだみたいね。俺、トラウトのファンなんだって。うん、あの、明日試合なんだけど、サインもらえないかなってボールに。へえ<ー>選手が。選手が、うん。トラウトってあったかい人なのよ。うん、大谷君のあの通訳の人が、トラウトのとこ行ったんだって。日本の選手の中に、あんたの大ファンがいて、あの、サイン欲しいって言ってるんだって言ったら、トラウトは、 いいよ、いいよって引き受けてくれて。はい、日本の選手全員に新しいボールを下ろして全部サインをしてくれたんだって。<ー>それでみんなにあげてって言ったんだって。うん、いい人じゃん。いいですね。はあ、みんな喜んだんだって。はい、やったとかって。それを見てたんだって。大谷くんが。<う>それで決勝の朝になった時に憧れるのはやめましょう。あ、その流れなんだ。うんうん。はあ 今日だけは憧れるのをやめましょう,う憧れていると僕たちは超えられませんって あそのシーンがあってのあの人なんですねそう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 栗山監督から聞いた<え>こうやって考えるとトラウトがあったかくて大谷君クールだよねそうですね今日一日だけ憧れるのはやめましょう、うん、憧れていると超えられませんよっていうのはクールな人じゃないと言えない、うん、こんなふうにしてこう、はい、タッチ触ってみなければ人間はわからないという今週でございますこの続きまた明日の「まな板の上で」で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。ごめんなさい。スマホの中に連絡してくれる人があって。何のことおしゃ。メールが溜まってたってことを言いたかった。ね、指でこうやってこう、な、なんていうの、これ。スクロール。スクロールもあるし、スワイプですかね。スワイプ。スワイプ。はい。あれ、なんか時々動かない。やっても。あ、指先から出る電流が少ないらしくて、年を取ると。そうみたいですね。乾いてるとか。はい。それで、この間、思わず唾つけてたもんね。 はい。というわけでございましてですね。タッチでございます。もう世の中本当にワンタッチでコロリと犯罪に巻き込まれたり、新しい情報が手に入ったり、はい、素敵な人と出会ったりするという、はい、もう指先の世界になったんでございますね。はい、人間にとりましてタッチ、フレアブというのは実に微妙な もんでございまして母子関係お母さんとの関係で触れ合いの多い環境に育ちますと穏やかになるって言いますけど本当なんですかね本当なんです。これはネズミの実験ででもわかるんです <へー S 1> ところがかなこれが本当に不思議なところで野生のネズミなんかで試してみるとお母さんとの触れ合いが少ないやつの方がタフなんだって。社会に得た時に頑張って生き抜く力が。 皮膚というのは実に複雑な思考の器官、考え事をする器官であると。うん、しかも触覚による接触は感情に満ち満ち溢れている。親友が肩を抱いてくれると友情を感じ、威圧的な人が肩を抱きますと恐怖を感じるという。うん、これ研究したところがこの人も偉いよね。飛行場でのヒューマンウォッチングですな、ね。人間への観察で、 カリーブ海周辺の国では1時間に相手の体を触る、触り合うっていうのが180回。1時間で。そんなにうん。パリでは110回。うん、フロリダでは2回。2> <え>アジアではほとんど見られず。日本では1時間のうちの接触回数ゼロ。うん、日本は特にバウのみ。おじぎ。おじぎのみ。わかりますね、それは。は このカリブ海周辺180回触り合うというこれはある意味では日本人が接触によるコミュニケーションというのをものすごく重大視してるところがあって、うん、男女でも手と手を握り合っただけで大量の感情が伝わるという、うん、これあの面白いもん見たなと思ったんですけどまた話を大谷君に戻しますが。はい 大谷くんはやっぱ接触に関して敏感ですよね。ああ、そうですかあのね、あれ5月だったかな。あの、大谷くんがホーム球場に敵を迎えての試合でヒット打つの。で、一塁出た後、大谷くん一塁から二塁へ盗塁するんですよ。うん、その時にキャッチャーが、行かしてたまるかって送球した。大谷くん滑り込むんだよね。頭から。はい、セーフで、二塁選手の靴見たら、 自分が飛ばした砂ぼこりが乗ってたのよ。<う>向こうの選手に。はい、それで、あの青年、手で払ったんだよね。うーそー。そしたら、やられた選手が恐縮しちゃって、うん、いいよ、いいよって言いながら、起き上がってくれって。<ー>で、目撃してた観客から大喝采が起きる。<ー>接触に関して、大谷くんってものすごく反応するのよ。 うん大谷が打ったファールがある、はい、それを小さい子供が取るんだよね取、はい、ったあと子供がボールを握りしめてお父さんに抱きつくの、はい、だ周りが一斉に拍手を送るのよ <laughs>、はい、そん時に大谷が遠くから見てるのよ、うん、その眼差しが優しいという,うさあ皮膚感覚から世界を見てみましょうね皮膚に埋め込まれておりますセンサーここにまずは注目しましょう よくできてると思いませんか皆さん。あの日常何気ない仕草を見ましょうね。コンビニに買い物に行く。125円足りない。はい。その時にポケット、指を突っ込んで、100円、20円、5円を指先で感じて取り出すことが可能なんですよ。はあ、こんな機会あります それができる機械なんて相当お金を出さないと作れないわけで私どもの指先にはその100円10円玉2枚そして5円玉1枚それを指先だけでのセンサーで感じ取ることができるという,うこの辺は本当に皮膚には感覚がそれがいかにうまくできているかでありますな。はいさあ それではその感覚はどんな感覚か。まずは、えー、メルケル版という細胞がありまして、これは小さな、あの、胞子状の細胞なんでありますが、これ、唇と指先に高密度に存在しておりまして、小さな力に反応し、0.05ミリ押し込まれただけで、なんか触ってるって感じる。うん、こう唇とあ、あの、指先に多いらしいよ。えー やっぱり敏感ななんだな唇も唇敏感なんでだ,だからあのキスするんですよきっと、はい、どうしても口と口じゃないとダメというなるほどね <laughs> この辺がタッチ触ることの感情伝わることの素晴らしさでございますが、はい、さあそのほかにもまだまだタッチ不幸ございますこの次また明日のマネジャーションの上で武田鉄矢今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。昨日は指先や唇のセンサーであります、メルケル版の話をいたしました。これが感触といいますか、質感を探る感覚器でございます。はい、その他にもマイスナー正体と呼ばれる神経がございまして、これはあの小さな震えを感じることができる。これは微妙な肌触り、形、曲がり方などの情報を得るという。 皮膚の表面近くにこういうのがございます。特に指先にこのメルケル版あるいはマイスナー正体と呼ばれるものの分布が激しいという。何言いたいかというとピアノですよね。ピアノのタッチを決めるのはこのセンサーなんですよ。<ー>その他にもパチニ正体という内輪のような形をしたセンサーがございまして、この正体は揺れを感知する。これはだから地震なんかを感知するのが このパチニ正体。さらにシャベルを持って地面を掘ってる。はい、ずっと掘ってって、大きい石に当たったりなんかした。あ石だって感じるのも、実はこのパチニ正体であります。へえ<ー>。これ、それぞれの感覚器がタッチの中からえり分けていくんです。はい。しかもこれ、面白いことに、練習を積めば積むほど敏感になります。バイオリンの弓、外科医のメス、彫刻家ののみなどは、特に、 これらのセンサーが敏感になる職業であります。で、4番目にありますのが、ルフィニシューマ末と呼ばれる感覚器でありまして、ハスの葉っぱのような形しております。これは何をするかというと、横引っ張り、縦引っ張りを感じる。<ん>つまんで引っ張られてるっていうのを感じるために、このルフィニシューマ末っていうのがあって、この4つが何なのかっていうのを分類するんだっていう。 当たり前のように感じてますけど。ああとんでもない、とんでもない。それが一個でもかけると、感じなくなっちゃうん。ななで、節能ございますけど。年を取ると衰えていきます。あ,あ、そうなんだ。わかるわ。あります、なんか。そうじゃん。<え>若い娘なんての、あんた、ちょっと後ろからさって。あ、もう、とかって言うじゃない。<laughs> それが、お年を召すと、どうなります。それ,何 <laughs> それは <laughs>。 なんとかか正体のせいですかね気持ちの問題かもしれない <laughs> 感情が入っちゃってるのかもしれない <laughs>、はい、<laughs> これらのセンサーで集められた触覚情報は脳に送られ判断記憶あるいは行為のスイッチとなるわけであります興味深いのはバイオリンを弾く人を見てみましょう左手の指は弦を押さえ右手は弓を持つ 左手はビブラートを生む。繊細、はい、に。はい、右手は、あ、左手ほど複雑ではない、動きは。なんと一流のバイオリニストになると、センサーが右と左で1.8倍違うそうです。えどういうことセンサーの数が全然違ってくるほう。あの、右手は弦を持ってるんで。 あ左そう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 あだってあの指を忙しく動かさなきゃならないんでんへ脳の領域も右と左手では右と左では面積が違うこういう変化は後天的に作られるそうでありますそしてさっきも言いましたように加齢とともに80歳まででメルケル・バン・マイスナー正体のセンサーは3分の1消失するそうですよ。へ また、脳に伝わる速度も若い頃は、触られて、時速240キロで脳に飛んでいく。ところが、70代になるとそのスピードは何、何 ?180 キロまで落ちるという。そうなただし、低下するんですけども、脳の過疎性は保たれていて、刺激がある限り脳は、あの、ちゃんとセンサーを敏感にすることはできるんです。 はい、経験によって生涯脳はキープすることはできる。うん、触覚は男と女でも差があり、女性は男性よりも平均0.2ミリ狭い感覚の溝を識別できる。女の人の方が敏感なの。はい、感覚のセンサー、識別するセンサーが女性の方が優秀だという。<ー> これらが4つセンサーあるんですけども、皮膚の表面にびっしりね。はい。その下の方に、ものすごく重要なセンサーがある。ほうん。これが C 触覚繊維という、C は ABC の C で、触覚、触る繊維、ファイバーがありました。はい。これがなんと、かなさん、愛部なんですって。はい。愛部センサー。 この愛 v センサーここを走る電気信号は時速3.2キロ歩く速さぐらいで非常に遅い、はい、だから痛めるとヒリヒリズキズキというような傷の痛みが脳に伝わるというこの傷の痛みを伝えるためのセンサーなんでありますがもう一つ重大なのが愛 v なんです、うん、これはとても感情的な触覚でありまして これ C 触覚繊維で感じますと触られることによって情報相手の気持ちを感じ取るただし鈍感にできておりますからパッと反応しないおそらくこの C 触覚は母と子の関係において発達したようでありましてそうですよねお母さんっていうのは赤ちゃん抱きしめますといっつもゆっくり。 さすっております愛部しております、はいはい、これが信頼の基本になるわけでありますこの触れ合いだけで反応し同じ感情を共有できるというだからお母さんからこう背中撫でられている子を見ると他の子も穴風にしてほしいなとかっていう,う,あのう欲求が湧き起こるんでありましょうそして当然のごとくでありますけどもこれは性のためのセンサーでもあるんですね、はい、性の時は ゆっくりお互いの体を撫で合うっていうのは愛部としてとても重要なんでございますなはい性、はい、の快感を感じるセンサーでもあるんでありますさあそれにまた分け入っていこうと思いますこの続きまた明日の学び手の上で武田哲也今朝の三枚おろし おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷奏です。皮膚、肌を科学的に見てみよう。タッチでございます。昨日お話ししたのは C 触覚繊維でありまして、これは皮膚のいやいや奥の方にあるセンサーなんでありますけども、愛 v のセンサーと言われておりまして、お母さんがゆっくり赤ちゃんの背中を撫でたりすると、ほっとすると、痛いの痛いの飛んだけなんてね、男女っていうのはまたお互いの 体を撫でで合うわけでその時には何が目覚めるかというとこの、C、触覚覚繊維が目覚めているわけでありますなこの本の著者デイビッド・リンデンさんはここに相当力を置いておりましてずーっと説明するの、はあ、成功意義について、はい、なんでそれは気持ちがいいかとか。うん ごめんちょっと朝から話しにくいのよそれは、はい、だから大幅カット <laughs> そんなこと説明されてもなっていうのもありますしねいやあのね <laughs> 面白いんだけどあの、はい、<laughs> この人はものすごい頑張り屋さんで事 <laughs> <ー>細かにそこじゃなくてこっち側やると絶対気持ちいい <laughs> だって新触覚繊んいっぱいあるもんとかって言うんだけどあちゃんと、まあ、科学的なそうそうそう、ね、だけどもういいやおじいさんあんまり使わないもん。<laughs> わ <laughs> かりやすい。若い時は無我夢中で読んでたと思いますけど、<laughs> はい、はい。すごい展開があるんであります。持論を展開なさるんでありますが、飛ばします。はい、その次の面白いところに行ってみたいと思います。味覚。うん、この表現もまたホットクールなんですよ。うんということだ。唐辛子、はい。あ、ホット。ミントのことは。クール。ここでもやっぱり簡単なのよ。おークールなミント、ホットなチリ。 これは脳の中で冷たい感覚を担う領域が活性化するためだと言われております。トンガラシ食べると熱いっていうのを感じるところがカッと赤くなるんで、うん、これを熱いにしてしまった。クールはその逆でございますね。はい、最近では皮膚あるいは味覚の下の神経に存在するセンサー。これがそれを感じているんだと。 これ TRPV という名前のセンサーでゆったりとした暖かさを検出できる、うん、なんでゆったりとした暖かさかっていうと本能的に暑いと手を引っ込めるんだって<う>ぬくもりってゆったりやらないとダメなんだ暑、うん、いと思うと本能的に手を引っ込める、はい、まじかしその温度差をたちまち皮膚スキンは見抜くわけですから、うん、すごいもんですな、はい まだこの他にも熱あるいは冷たさに別のセンサーが皮膚の中に潜んでいるようでありますがこれはまだ分かってないそうですう。だけど間違いなく言えることはクールホットを感じるセンサーの複雑さは動物のみで起こった現象ではなくて植物の側からも私はホットいいえクールよとかっていう 選別を植物もしたんじゃないいかっていう植物がどんな風にして植物は「よし俺はホットになるぞ私はクールになるわ」って決めたのかって言いますと、うん、動物の好みがある、うん、トンガラシが辛くなったのは人間がカプサイシンのランクが大きいものを好むそういうことでトンがラシが「よし僕はもっと可愛いくとうがになろう」って思ったらしいんだって。<laughs> そうなんだ、はい、つまり期待通りのものもになろうととしててるってことですかそうですそうです<当>人間の感覚に唐辛子が合わせてくるはあなんでかっていうとかな栽培してもらえるから、はあそうかミントもそうなんだって、はあ、でなぜ植物由来の物質を熱として感じるのかあるいは霊として感じるのか実は 植物の方が好みに合わせようと進化している可能性があるっていう。へぇー。うん。ほんの面白いのは、鳥なんか、トンガラシ平気で食うんだってな。あ、そうなんですかあいつら持ってねえのよ、このセンサーを。辛くないんだ。うん。へぇー。これなんでかっていうと、鳥には、トンガラシを噛む歯がない。はい。くちばしはあっても。はい。噛み砕けないんで、鳥は。はい。 そのままでオッケー辛さ感じないうちに体内入っちゃうそ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 うしかもありがたいことに噛まねんで、はい、そのまんま肛門から出ちゃうから、はい、種はばらまけるわけよ <laughs> すごいだから進化しなくていいんああなるほどねトンガラシが辛くなったのは人間の畑でどんどん辛くなってる <laughs> 面白いななるほどねだって人間は辛くないトンガラシなんていらないんですよね、うん、そう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 ,そうすると、うん もうちょっと辛くなってやろうと思うんだそう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 へ<ー>その野生に生えてるトンガラシはどうせ俺は鳥が食うん、うん、種バーマーケッから別に進化する必要ねこのまま行こうよ、うん、こんなんめちゃくちゃ面白いな、はい、食われることによって種が繁栄するならばそっちの進化を選ぼうということでトンガラシ自身が自分の身を企画しているとしか思えないといううーん。 植物もそうであるように動物も視覚、聴覚、触覚、味覚のセンサーで生きているのだが、それでも獲物を捕捉するために、あの、ガラガラヘビなんかね。はい。これはあの、熱を感じる感覚。ピット感っていう熱感じのためだけの目を持ってるみたいですね。これ熱を見るといいますか。はい。ピット感っていうそうですよ。あの、赤外線が出ているものが見えるんで、 それで獲物だと思って食いつくんですって。お時間でございます。この続きまた明日マナに頼の上で。竹田哲也、今朝の三枚よろしおはようございます武田哲也です。おはようございます水谷香奈です。触れることの不思議さその科学。 デイビッド・リンデン博士の触れることの科学、はい、その中で三枚おろしのため用にだけ美味しいところ柔らかいところだけを抽出いたしました、はい、こんな虫がいるんですね玉虫という虫でありましてこれは山火事から普通の生き物は逃げるんですがこの玉虫はなんと驚くなかれ山火事を目標にしてどんどん集まってくるそうですよ そして、炎が通り過ぎた後、暖かい灰の中で交尾する。はい、そして、焼けた松の松の根っこの方ですね。そこに卵を産みつけるそうであります。うん、ほんで、翌年の夏、幼虫が帰りますが、これ、なんでだと思う？なんで面白いね。暑い方、暖かい方に行くってことですよね。暑い方にね。うん、わざわざこれね、普段の。あのー 食い物は何かというと、松の根っこなんだって。<う>だから、松の根っこを餌にするために、あの、山火事が終わった後の松の根っこに潜り込むんだけど、なんで山火事の後かというと、はい、元気な松の木っていうのは敏感で、玉虫が寄ってくると毒を出すんだって。<う>だけど、焼けて死にかかった松は、 毒出す力がないんで、<ー>その毒を出さない松の根っこに食いつくんだって幼虫が。そんなこと玉虫分かってるんですね。そうそうそう。松もすごいけど。松もすごいでしょ。<ー>これ何に松がすごいかっていうと、食われてたまるかってバリアあの出してて、玉虫、はい、が噛みついたら毒出すんだってな。それ知ってるんで、山火事で。 死にかかった松のこれをごちそうだってタマムシが食べるらしいんでありますが。すごいんですよ、これ。読んで初めて分かったけど。コーリングという町では、この山火事に襲われまして、130キロも離れたシェラネバタ山地から飛来したと思われるタマムシが、松の根っこから湧き上がってきたっていうんですよ。はあ。 彼らにとっては交尾のチャンスは山火事の時こそが唯一のチャンスなんですって。うん。これは面白いね。はい。あの、植物の毒に関しては動物を絶滅させたりするんだってよ。えっと、植物がうん。植物が連絡取り合ってるんじゃないかっていう仮説が持ち上がってるんだけど、アフリカのあるエリアである害虫が大量発生した。はい。 そうすると草原の草なんて丸裸にされるって怯えていたんですけどこれが一昼夜で全滅したんですって。えー、なんでかっつったら大量発生が始まると同時に植物が防衛体制に入って殺す毒をスタンバイしたんだって。へえ<ー>。それで食った後すぐにもうダメになっちゃって。へえ。毒をその持ってるのがすごいですね普段出さないのに。だって かなあれだよ普段食べてる野菜もみんな毒持ってんだよえ私たちが食べてるそうだよキャベツだって大根だって毒出してんだよええそれをあんた炒めたり煮たり焼いたりするもんだからそれと畑で作るっていうのを見てるみたいでその情報が入ると毒を低めに抑えたりするんだってうんそれと 繰り返しますけども人間のスタートって東アフリカで立ち上がった猿じゃん、はい、その草原の猿が立ち上がって歩くことを覚えるんだけど二足歩行の次にやったのが脱毛なんだよね、うん、なんで人間は命をかけてまで脱毛したか、うん、それはおそらく皮膚の感覚っていうのを視覚聴覚味覚 それ以外にもう一つないと生きていけねえやって思ったやつが毛を抜こうと思ったんだろうな。触覚が大切だということですかうん。で、その触覚の重大さは何を人間に一番最初に芽生えさせたかっていうと好きな人が触ってくれると気持ちがいいっていう非常にこう性に近い快感あるいは母親がこう抱きしめる安心感みたいなものを そうだよね考えてみたら人間ってこの人の愛情が本当かどうかって言葉でも見た目でも発見できないもんねんただ一つ発見できるのは皮膚だよね、はい、そうやって考えると尊いもんですなそうですねあのー、ちょっと俺も用語が出てこないんだよ <laughs> <laughs> さっぱり用語が出てこないんだけどあのオンラインとかっていうのが あまり良い会議の方法ではないというのは肌がないから、うんうん、もう一つ武田さんが頑張るのはこれまたネタ来週もやりますけども、はい、私は何遍考えても大谷や羽生結弦佐々木朗希菊池雄星それからあれだあのバスケットの八村塁ああいう人たちはやっぱ日本において 皮膚感覚を研いだから本場に行っても全然負けないっていう才能を開花させたんじゃないかなって気がするんですけどいかかがですやいや、うん、いやいや私の説は意外とね否定されちまったんだけどなんか俺こだわってて、はい、別の本に乗り移ってもう一回だけ、はい、でも このデイビッド・リンデンさんの本のも面白かったんでまた来週も続けたいというふうに思っております。タッチこのの続きままた来週のマナ上で